彼ヘリゲル氏は突然に離れと言いまして、あの弓を放つというそういう力加減、そういうものを得得し、それを体得したっていう。それは突然それがいた後に、うん、それは居続けるんでしょうかね。体得、でずっと体得し続けられるものなんですか。そのことがね、あの書いてあります。あのね、師匠がヘリゲル氏に頭を下げて、今それがいましたって言われた後、彼はありありと正しい者と誤った者の違いができるようになったっていう。その技は手で掴むのではなく、その技術は私の手に降りてきた。それはたどり着くのではなく、それが訪ねてきた。それを、まあ、待てるか否か。だから、それがきちんと降りてきてるなった時に、それに任せたか、それとも待てずに話したかの違いが、はっきり分かるようになったっていうね。うん。私がではなく、私に離れが、その、者の瞬間が訪ねてくるのである。ここで一番重要なことは、何が変化したかっていうと、やっぱり、正しい、その礼儀作法の者が完成したんじゃなくて、私が変化したんだよね。だから日本における武道というのは私の変換から始まるっていう、私をいかに書き換えるか、それが日本の武道であるという。これね、俺もちょっとびっくりしちゃったんだけど、いや俺もねその辺疑ってたのよ。ヘリゲルさんがやっぱり相当入れ込んじゃったんじゃないかなって、その弓道にね。でちょっと戦前のなんかお師匠さんの弓の名人のおっしゃることに引き入られちゃって言葉で巻き込まれちゃったのかなっていう。ところがこの本の第8章ぐらいになると、ヘリゲル氏の巻き込まれた弓道の世界がただもんでないことがエピソードとして伝わってくんのよ。で弓の放つとか射とか、それがいるとかっていうのを理解したところから、やっと日本の弓道は的を与えるんだって。ほう。これで初めて的が出てくんだよ。それまで的ないんですか。ま、的はね2メートルぐらい先のわら束なんだって。だから全ての動作ができない限り的に向かってはいさせてくれないんだって。だから的と遭遇するまでにもう何年か経ってるのよ。しかもこれがすごいんだ。俺この間テレビで TBS でやってるスポーツ系番組があるじゃん、はい、芸能人が無理やりスポーツの名人に挑むってやつ、はい、あれで弓道を見たんだけど、今女子の世界かもしんないけど25メーターなんね的は。これね男子、しかも戦前の弓道の的は50メートル先なんだって。これ50メートルってあるよ。ありますよ。相当の距離ですよ。ええ。だから弓も変わるのかな、もっと強いやつになるのかな。はい、でご存知のごとく安土という、あの低い屋根のね、はい、的をこう置いとくための包みと、だから屋根瓦の屋根があって、50メートル先の道場からさ、的があって、まあ、あの日常語にもなってますが、図星の、あの真ん中、あれ図星って言うんですよ。図星、うん、はい、あそこをめがけて打つという的が登場するわけですね。で、今までほとんど目の前にあった2メートルぐらいにあった、藁の束に向かっていったので、50メートル先 の的を見たときに、もうあまりにも遠かったんで、もう届くわけがないと思ったというね。うん、彼のため息が。ページ98ページ、ここで詩は、社に向かう行を、その技として、社の礼法を舞うように行ぜよ。こう、弓をこう、片腕に抱いて、一礼しながら構えて放つ。これを何一つ間違えずに、宗教の儀式のように行動しなさい。はい、もう一切の、この、あれでアドリブを認めないわけだな、日本の武道はね。
ヘリゲルは的に当てるための技術を尋ねます。いかに図星に当てるか、ね、ページ99ページ、詩は言います。すべての射が的に当たるならば、あなたは自分を見せ物にしている。すごいね。やっぱり目標ができると的に当てたいと思うよね。的に当てる技術を教えてくださいって弟子が聞いた瞬間、師が、的にあなたの矢が全部当たるんだったらば、それは弓道ではなくて、その見せ物だっていう。それは曲芸の射手のことだっていう。弓道と違うんだ。違う。そういうものを目指すんじゃないっていう。的の当たりを数える光明心の強い人には、的はただの紙で作った丸い枠に過ぎない。あなたの心の中にある大当たりを追放しなさい。あ、だってこっちはもう当てたいんですもんね。そう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 、大当たりってだけだもんね。それを目指していると、それは本当の社になりませんっていうんですね。ここからさらに細い弓道、日本のその禅が隠れている弓道の道へと、ここからね、ヘリゲル氏の弓道における奥義というものを、この難しいことばっかり言ってる氏が見せてくれるんですね。そしてヘリゲル氏の後の人生、これにも弓道が影響を及ぼしていたという、そんな話の流れになりますんで、ぜひ来週楽しみにしておいてくださいね。この続きまた来週のまな板の上で。